どうもこのまるです,北野です今日は JO1 のファーストアリーナツアーが発表されたのでそちらの話をしていきます。 まあ、そもそもこの発表されるときさあの「エイザー,ーってさあの映像流れ始めてさそちら的にはさワイプでさみんなの顔を見てたんだけどうん、うん、なんかさ最初のんどんドんどんみたいな顔だけどさ発表されたときもうほんとみんなさ「わあ!」みたいなさもうすごいいい顔するからめっちゃグッときたよねそうめっちゃ嬉しかったしもうメンバーが喜んでるのも嬉しかったしみたいなうんほ、うんとに、うん、んかさそのレン君はその後さなんか泣いてたじゃん言葉詰まらせながらうんだけど シオンちょっとここさここ目尻少し拭っとったんそう,なんそうええー、見間違いかない多分そう <laughs> やばいいそれ聞いただけだけで泣けるわ <laughs> <laughs> やっぱそうみんながやっぱりみんな,なんか喜んでるしやっぱそれと同時にやっ,やっとできるんだみたいなさそういう気持ちなんかなみたいないやそうだねほんと3年目にして念願のツアーだもんねなんかさこれあの未完成のさあの監督がさなんかインタビューとかで 本当に色々もらった素材の中ででツアーができませんっていう発表をされてるメンバーにね残念ながら今回はみたいな見送りますみたいな発表してるところのやつもあったとか言ってたじゃん言ってたねそうだから本当にメンバーはさやるって知ってたけどあダメだったんだやっぱしょうがないよなみたいな,なんかどこにもぶつけられない気持ちをさ2年間ぐらい、まあ、この間の有観客やるまで抱えてたわけだから、うん、で、まあ、前回はさ前回んとは,、ね、はツアーの予定だったらしいあやっぱそうだよね確かツアーでやっ やってたけど結局幕張メッセだけになったんだもんねうんそうそうそうで今回こそだもんねだからいやそうだねほんと待ちに待った全国ツアーだもんねよかったね、うん、そりゃさもうさもうあのレン君もさやばかったよね<や>あのねいやマジレン君の涙見てほんとご飯食べながら見てたんだけども,もらい泣きしすぎてご飯食べれんくなったからねし <laughs> 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 みてるそうもう唐揚げが喉に詰まりそうになって <laughs> 唐揚げ食べてる <laughs> そうそうそうもうねいや、まあれはちょっとグッときたねうん、うん、なんかちょっとさごまかすためにさ深呼吸、うん、呼吸を整えるためにさちょっとスクワットみたいな,なんかなんかすごい開脚というかなんかすごいポージングされてたけどさ、はいうん、<laughs> それもよかったねねそれも含めて可愛かったね、うん、でも本当になんかしかもさこれをやるために生まれてきたんだっていうワードもすごかったしねいやほ本当になんかすごいレン君がレン君の話でよかったんが本当なんかそツアー発表された時にその怪獣に 見たジャムの子が、なんかまあ本当はダメだけど、声出ちゃったみたいな、キャって言ったのに、グッときたみたいな。うんうんあ、そうだったね。うんうん。そうそうそう。いや、それもリアルだなと思って。うん、えー。いや、ジャムだってさ、てから俺もだって見ながら声出たし、やっぱ声出ちゃうの。うん,うん。えー、そうだよね。しかもその場でメンバーと一緒に共有できてたジャムの子なんて、なおさらじゃん。あ、そうだね。うんうんうん。<laughs> いいね、よかったねマジで。マジでよかった。いや本当によかった、まあ。しかもその反応を聞いてすごいグッときたっていうのもあるし、まあ、レン君は今回福岡もあるからさ、ツアーの場所で。ね、なんか、しかもさ、今回ツアーやるさ、4か所はさ、まあ、なんかヨナはちょっと遠いなと思うけど、まあ、あとマメちゃんもおかちい、若干ね、なんかほとんどさ、メンバーの出身地の付近のさ、なんか主要都市の付近の出身の人とかばっかりだから、結構さ、ご両親とかさ、ご家族とか結構呼びやすくて、お友達とかね、来やすくて、すごいいい、なんかメンバーが喜ぶ場所。

メンバーうわだってそれさもう本当結構当初からずっと言ってたと思うよねそうやってやっぱ地元の会場行って「ただいま」って言いたいみたいなうん、うん、あ,あそっかそれが予約かなうんかうん、うん、そうだよねだからなんかそう一人一人メンバーね「やった!」とかねそう思えるとこでよかったなと思ってさ初めてのこうやってツアーがねうん、うん、確かに確かにそうだね、うん、で、まあ、あと気になる収容人数かツアーのね一覧が一応こちらです そうまあ、なんか一応目安みたいな感じだから絶対この人数って感じではないんだけれども、まあ、見ていくとこんな感じで、まあ、まずは愛知で6500人、まあ、ここがさ慶吾と金又の出身地だから愛知がうんそうだね、うん、であとやっぱ初日だからさ結構暑い日になるんじゃないかなみたいな確かにそうだねツアーの一発目だもんねうんなんか初日っていいよねなんていうのいいよね <laughs> そうだね何の前情報もないからねそう全てが新鮮でさ楽しいじゃんねうん確かに 確かにい,やーいいいやね初日いいねうーん初日だ結構私はねこの名古屋のその3日9月3日のところが暑いなって思ってる、うん、ああそうだねいやーいいねああいいねうーんまああとは多分あの人が「ただいま」って言うんかなみたいなねああそうだねいやー確かにそれに立ち会いたいしねうん、うん、そうそうそうで次が大阪でここ,ここがさもうス d a ー・デイズでさあとは関西圏内のさ関西地区の出身のさメンバーめっちゃ多いからさそうだね 確かに京都とか兵庫とか滋賀とかもう含めたら結構、ねうん、関西圏多いね奈良もか、うん、ほとんどてかてかさっきさ JO1 のさ出身どこだろうって言ってみたらさほとんど関西だったよねマジで <laughs> そうなんなんかあんまり意識して考えたことなかったけどそうすごいもうだからだからやっぱお,お吉本となんかいい感じなんかなみたいなね勝手にね<ー>相性良さそうみたいなね <laughs> 確かにやけにすごい確かに親和性感じたのはそれだったんだ だなと思って。<laughs> <laughs> らしくらしくないね。<laughs> いそうね。nmb だから。<laughs> <laughs> まあでもそう今言った通りそり結構メンバーの出身とかまあ近い出身だから関西圏のメンバーの出身この辺で「ただいま」って多分大阪で言うと思うから結構ファンとかもさ結構熱いっていうか結構大阪行きたいって方多いんじゃないかなそうだね推しのさ出身地のところって特別ってなるからやっぱそうなるねうんいやそうだと思う,うん推しの喜んでる顔見たいってなったらその関西圏内出身の人のところ行くよねうーん ないのよねそうだね僕もないねねなんかどういうとこなんだろうねなんかちょっと若干気になるよね1万人だからね結構大きいしねそうだから大阪城ホールとまた違うからうんあまほ、あ、にもアリーナあるんだと思ってそうだね確かに、うん、で次が神奈川のピアリーナ MM ってところでここも、まあ、3days で1万人収容っていうところだねうん、うん、まあここもめっちゃ殺到しそうだよねそもそものさやっぱ <laughs> 人口の母数がさ関東すごいからなんかすごい競争率激しそうって感じでね いやそうだねしかもさ今回その北海道とか東北地区がないから会場にうん、うん、そうだから北の人たちが多分ここ来るんじゃないかなみたいなあーそうだねそうだねうん、うん、そ,うそうだわだから北の方と関東の方がもうここ来るから,だから倍率やばいんじゃないかなと思っとるよね <laughs> はあなんよ。もうさ、やばいよね。なんか取れる気、ちょっと不安なんだけど、うん。そうだね。確かに。うん。でもしょうがないよね。もっとじゃあ、今度はもっと逆に、あれだよね。も,うもっと大きい会場でやって,やってもらうためにさ、<laughs> なんかね。そうだね。申し込み、いい感じだったいいよね。確かに確かに申し込みがね、確かに。逆に倍率高いとね、あもうこの規模じゃもう無理だってなって、会場とか、日数とか増やしたりとか、規模増やした,、ね、したりとかね、大きくしたりとかしてくれそうだしね。うん,うん。 確かに足りない問題出てきそうまあでも 3Days だからっていうのもあるんだろうけどねうんいやーだねでもでも足りなそうな気はするまあそうだねうんうんなんかあれかこのさ3日間と思ったら大阪のとこは3日間じゃなくて昼公演夜公演かあ本当だそうだ大阪1日で2公演やるんだ大変、うん、大変だけどありがたいね、うん、えってことはさ神奈川の3日目も夜あるんじゃないなんか<え>だから追加公演でそうそう結構あるんよ他の某事務所とととかだあ るあなるほどねそっかじゃあその売れ行きというかなんか見て、まあ、撤収の時間とか決まってるか分からんけどさーあ十9が祝日なんだうんうん経老の日だったそうだねだからそっかここももしかしたら追加とかあればいいなーみたいなね願望だけどうんうん、うん、そうだねで次が福岡かここさ収容人数がさ1万5千で結構広そうだから、まあ、今回のさ会場としては一番大きいんだよね どういう組み方するかにもいるけどまあそうだね収容人数で言えば一番多いから多分そのまま一番多いかもね、うん、やっぱさ次はさ千秋楽というかなんかやっぱ千秋楽もやっぱいいよねか <laughs> <laughs> 始まりと終わりはなんかちょっといいよねそうだね僕どっちかというと千秋楽派なんよああそうなんだそうだからしかもここはね蓮くんの出身だからそうだねそうだねなんかレン君の涙を見届けたい っていう気持ちはちょっとあるよねそうだねなんかそうだねそうだねしか言ってないよ私 <laughs> <laughs> しみじみじななんよ <laughs> いやそそそうそうそうなんかさしかも千秋楽ってなんか新しい発表あったりするじゃん。それ AKB まあでもそうだね。<laughs> <laughs> それ AKB。何か読されてる。いやでもわかるよなんか確かにねちょっとなんか次のなんかね何かしら新しい情報とかニュースとかありそうな気がしちゃうよね。うん、ちょっとこれ48に読されてる説あるけど、うん、なんか今までそういうのが多かったから、うん、やっぱ千秋楽って何かしら発表があるんかなみたいなね。うん確かにそういうサプライズとかちょっとだけ期待しちゃうよね。 まああとはやっぱ最後だからっていう感じでみんながなんかそうなんか特別な目でさ私たちを <laughs> 私たちを <laughs> ジャムをさ <laughs>。 <laughs> そう見,て見てくれるような気がするじゃんなんか知らんけどまあ最後っていう気持ちとか意識的にはちょっとどこかに絶対あるだろうしねうんうんだからやっぱもしそうだなどこでも当たるよみたいなさそういう素晴らしいシステムだったら <laughs> <そ> <laughs> 素晴らしいやつなら初日かやっぱ千秋楽だったりがねなんかがいい,、ね、いいかなってなんか思っちゃうよねうんそうねうんあとはそもそもうちらがねどっかで行けたらいいよねまあ願望だけどもうんいやそうだねほんとね行きたいねうんいや、うん 見たいよねなんかさ、絶対 J1 のさ、私ほらまだ見たことない。J1 存在してるかまだ若干疑ってるからさ。<laughs> <laughs> こんだけ動画出して <laughs> 実在はしないんじゃないかなって思ってるからちょっと <laughs> <laughs> まあそうね確かにここの目でで見るるまではみたいなとこあるよねそう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 だか,らだからやっぱダンスのパフォーマンスのさあのレベルの高さとかそうみたいないなやそうだね確かにさらにほんとさどんどん力つけてってほんとここ最近もまたぐっとさなんか上がってるから、うん、なんかオープンザドアの時よりもまたねさらに一皮むけたっていうか成長した j 1が見れる気が するよね、そうだねそうだねしかも今ダンスって言ったけどいや歌もだもんねやばいもんね、うん、歌もやい確かにやばいねうんいつだってね上 <laughs> がねえか分からんけど高いもんね確かに <laughs> さっき収録の前にちょっと歌ったよね <laughs> 高いよねっていつまでも言うからな <laughs> <laughs> うん,なんかあとはさなんか去年のさ4月ぐらいのなんか韓国の記事なんだけどチ社長がさ韓国のインタビューでなんかコロナが終わったら j 1のコンサートの計画っていう話しててさ、うん、なんかまずは1万人 キャパのアリーナツアーを始めだん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 大きい規模を目標にするって言ってるんだけど、うん、だからこれがいわゆるそのまずスタートじゃんまあそうだねアリーナっていうことは今だもんねこれを今発表されたのがアリーナツアーだもんねそうだからえドーム狙ってんなみたいなあーそうだねだんだん規模拡大ってことえもうアリーナの次ドームじゃん <laughs> そうなの、まあ、まあアリーナもさ結構そのアリーナ中でもさ収容人数の規模結構あるから埼玉スーパーアリーナとか今回入ってないしさそうだ、ね、横割りとかもないしねうんだからま,あまずは多分今回はアリーナだけれども、まあ、その次はもっと規模が大きいアリーナになってってでゆくゆくはドームっていう感じなんかなってね勝手に勝手に妄想膨らませたよてかでもみんなそうだよね絶対ドームツアー絶対目指してると思うじゃんいやそうだねまあそれは絶対そうだねうん、うん、いやそうなってほしいね 確かにいや本当にそうだねほんとさアリーナツアー発表されてめちゃくちゃ沸いたけど確かに正直ちょっと規模ちょっとさ抑え気味っていうか日数とかもいやもっとできるのにとか思ってたんよちょっと欲深いからそう、うん、確かにだからやっぱこれステップアップするねうん、うん、ねいや楽しみだよだから今年だけじゃない気がするなんか来年もアリーナツアーバーンって出て前回よりも大阪城ホーとかさうん、うん ね、たまりみた,いたまりうん確かにねそうだねで北海道とかさ沖縄沖縄もありーなあるかあれだけどそうだね規模もね会場も増やしてみたいなねえー、そうだね47都道府県来てほしい,47 <laughs> ほしいね、うん、47都道府県行ってほしいね <laughs> そうだね北海道みたいなド <laughs> ヤなーみたいなやつ違ったっけもう忘れてくれ、ね、イントネーションの感じ <laughs>、うん、いいけどさあ、うん、いやそうねじゃあ以上でねツアーの日程や収容日 いや、まあ、そもそもね「レンクの涙とかいろいろ話してたけどまずはねこのアリーナツアーが決定してみんなが喜んでてジャムも喜んでるし JO1 も喜んでてなんか最高だったねいや本当にそうだねもうそれそれに尽きるねほんとこの幸せな気持ち、うんうん、なんかアルバム発表アルバムの発売だけでもすごい嬉しかったんになんかさらにねプレゼントもらった感じがしていや、うん、本当にもう嬉しかったね、うん、でもやっと JO1 が本当多分やりたいことやれるようになってきたみたいな感じがしてね ほんと今まで我慢してたこととか諦めてたこととかをもうなんか爆発させてほしいねうん爆発してバーンしてほしいね <laughs> そうねもう弾けてほしいねうん <laughs> <laughs> まだ言うか <laughs> <laughs> でさもうあの最速選考さ申し込みとかも始まってるからさ、まあ、まずはまずはみんな申し込んで当たるというのがねまず最初のね目標だねそうだねうん、まあ、だからさ JO1 のツアーが楽しみ よね、そうだね。<music>